ィッシャースキー TV、 スキーテストを終えてコメントを伺いたいと思います。こちらレンジャーの90、ですね、レンジャーの90というスキーなんですけれども、センター幅が約90mm、そしてトップもロッカーしてまして、フリーライドのスキーのカテゴリーの、ちょうどこう幅も手頃な 90mm の幅というモデルになっております。パフが聖地といけるんですが、 90mm、 あ、この柔らかさだと聖地もいけるんじゃないかな。青は扱いが楽でこうテールがスムーズに抜ける感じですね。おお、軽い。こちらセンター幅が 90mm なんですが、先ほどパウダーの方をちょっと滑らせてもらいました。パウダーの中では、やっぱりある程度の浮力感があって操作もしやすいですが、そこから今度そのまま静地へ出て滑ったんですが、静地の中では、90mm という数字なんですが、あまりその数字は感じず、なおかつ少し張りもあるので、静地の中でしっかりこうカービングしたり、スキーを楽しむことができました。そうするとパウダーの中でも静地に移ってきてもどちらも楽しめるスキーという感じですかね。そうですね、スキー場でいろんなシチュエーションをこれが1台あれば、どこでも楽しんで滑れるのかなと思います。はい、ありがとうございます。